こんにちは。今からですね、久しぶりに旅に出かけるんですけど、ちょっとあいにくの天気なんで、今もちょっとパラパラと降ってるけど、ちょっと許容範囲です。なので今のうちにトレーラーをですね、いつもの場所に移動して、支度をしていきたいと思います。で、その前に、暑くなってちょっと初めて今年出かけるので、この中にウィンドウエアコンをつけてなかったので、ここのとこにウィンドウエアコン、はい、持ってきたんで、これをまずつけてから移動していきたいと思います。ちょっと雨がね、ひどくなってきましたんで、パパッと行ってきます。はい。ちょっと一旦トレーラーの中に入ってきました。ほんとあいにくの雨ですね。で、今回はですね、2泊3日で、道の駅とかを利用しての旅をしようかなと思ってます。で、ポータブル電源を2個あるんで、4000ワットアワーと1500ワットアワーですね。トレーラーは鉛の100アンペア1個だけ積んでるんですけど、まあそれはですね、インバータほぼつけてないんで、あんま使えないのでですね、こういう電気とかしか。と、あと USB のあるんで、そこのから携帯の充電とかしか使えないので、計5500ワットアワーですね。ブルッティの4000ワットアワーと、ジャックリーの1500ワットアワー。まあこの2つで、この、今持ってきました、これ。はい。これ、ウィンドウエアコン。これ今からつけるんで、まあこれを賄っていきたいと思います。もうポータブル電源のみの旅をできたらな、と思ってますんで。よければ、ご視聴をお願いいたします。はい。そしたら、これつけていきます。このクローゼットの中が、こんな感じで。冬場はね、こうやってハンガー、とか、こういう物置とか、いろいろ結構置けるスペースあるんですけど、まあ、夏場になるともうここが必須になってくるんで、暑いからですね。なので、ここに今からつけていきます。つける前にですね、一応、このどうやってつけるかっていうのは、このウィンドウエアコン、これコロナのウィンドウエアコンなんですけど、この底にですね、はい、傾けます。ぐーっと。これ、ここにちっちゃい穴がここにあるんですね。で、これを、ここに、はめて、これを、ここにはめて、ネジで止める。あ、これ外しとかなくちゃいけないですね。で、つけるときは、これを開けて、ね、外気、取り入れて、で、使っていく感じですね。はい。じゃあ、ちょっとハンガーも外して、つけていきまーす。はい。結構簡単にはまりました、思ったより。で、上もカチャって言うんで、あとネジで止めとけば、下がはまったんで、もう動かないですね、これ。あ、簡単。はい。で、これを。やべ、このネジの方が難しい。OK。はい、最後、これ、プラスライバーで止めれたんで、こういう感じで。プラスライバーで最後止めました。で、コンセント、はい、ここにほら、コンセントがありますね、ここ。これにはめれるんですけど、まあ、これだったら、外部充電してる時じゃないと使えないので、まあ、ポータブル電源から外部充電にする気はないので、これは垂らして、直接ポータブル電源につなげれるようにしていきたいから、そのままにしておきます、これは。はい。ですね。OK。ちょっとね、雨もこうやって、ひどくなってきて、出発はちょっとね、あんまりよろしくはないんですけど。え、どうしよう、今から、嫌やね。強行突破かな。ね。多分もう強行突破。ではでは。よいしょ。おっしゃー。よし。
じゃあじゃあ雨ですけど行きます。はい、とりあえずここにつけましたんで、うん、今からいろいろ荷物とか積んで準備していきます。ちょっとね、雨が降ったりやんだりと準備が結構大変だったんですけど、あと行くだけですね。で、今回は、まあ、道の駅ということで2泊3日の旅で持っていくポータブル電源がこのジャクリの1500、今このポータブル冷蔵庫につないでいってます。 99% でアウトプット4W、まあ、これね、上がったとしても25とか30いかないぐらいだったと思うんで、まあそのぐらいになったりゼロになったりで繰り返す。これが9リッターですね。はい、朝日3本と炭酸水も3本、とりあえずこれ冷やしてます。はい、ちょっと音が鳴り始めたんで、あ、全然嘘ついてました。 60W 結構いきますね。まあどのぐらい持つかで、あとですね、ハイラックスのトラックの荷台にですねブルーティーを積んでるんで、そっちが 4000W で、こっちが 1500W ですね。で、こっちも冷蔵庫あるんですけど、まあ調味料関係と水と入れてて、あとビールの予備6本と炭酸水3本、こっちは別に冷やさなくちゃいけないものじゃないので、予備として、なので電源はこっちは入れません。ガス使おうかなと思ってたんですけど、まあちょっと電気が厳しくなってきたらガスでこれは冷やしていきたいと思います。一応これを今オフなんで、はい、走行時の電源、この3 way なんで走行ですね、オフ。これがガスで、これが 100V ですね、外部電源使える。走行の時にちょっと冷やしとこうかなと思ってます。これでしときましょうね。あいにくの天気でしたけど、明日晴れるみたいなんで、明後日もですね。今コーナーも入ってない。ベタベタする。あ、なんか漏れてる。わ、なんだろう、漏れてますね。まあこういうこともね、いろいろあるんでしょうね。一時乗ってなかったら蓋開いてたんでしょうね。これはおそらくこの感じでいくとオリーブオイルです。あ、これですね、これ。よし、これちょっと今から掃除します。で、ハイラックスのブルッティのAC200MAX 2048W と B300 の2048で2つ合わせて、まあ、4096ですね。で、ここで2つをつなげて使います。はい、これはまあ 100% にしてるんで、ではでは、よいしょ。はい、今日は今から道の駅応答ですね、高輪ですね、1億円のトイレがあるので有名ですね。まあそこもちょっと撮影できたらと思います。ちょっとトレーラーの運転もね、久しぶりなんで、ちょっと安全運転で行ってきます。はーい、猫もいまーす。はーい。道の駅大戸桜街道。さあ、もうそろそろ着きまーす。平日なんで、そんな多くはないと思うんで、いいところが、ね、駐車場空いてたらいいね。左方向です。ああ、結構止まってる。キャンピングカーもあるね、やっぱ。右方向です。すごい。キャンピングカーが目の前に。目的地に到着しました。これすごいね。グランドハイエースですよね。グランドハイエースでいう。でっか。大型狙いで行くとすると、笑ってるね。ね、トラってるって言ったね。あ、ここじゃない？奥がいいね、じゃあ。奥で話す？切り離す？ね、奥邪魔にならそうじゃない？こう。いいやん、これ。よいしょ。ちょっと、ドライブテクニックにしようか。そっち、あ、どっち来たら行くんかな。もうちょっとこっちに行きたい場合はどういった方がいいかな。うん、まあここで切り離して
うん、手で押してもいいんやけどね。もうすぐやったんじゃない？うん、オッケーかな。じゃあちょっと今から上げていきます。はい、一旦隅っこの方に。いや結構苦戦しましたけど、久しぶりだったんで、なんとか。誰も車がいなかったんで、練習がてらこういう感じで止めました。こんな感じですね、道の駅。向こうの方は結構人が、車とかね、キャンピングカーとかも結構いました。トイレ結構遠いんですけど、向こうの方なんですけど、まあうちはトレーラーのトイレ使うんで、子供たちは大人だけあっち行きますけど。では今から切り離して平行し取っていきます。はい、ここは1億円トイレですね。時間に限りがあるみたいで、夜は閉まってます。明日また改めて。ここは常に空いてるトイレで、もうからか。ここが1億円トイレ。夜はちょっと薄気味悪いですね。今9時です。1億円トイレ、ご利用時間、9時から6時。あ、でも十分綺麗ですね。うん、おぉ、綺麗。すごい綺麗ですね。はい、よいしょ。はい、とりあえず中で今こんな感じで、今日鍋ですね。僕はゲーム中。子供たちはこんな感じでくつろいでます。鍋はあ、ちょっと捨ててしまったけど、はい、これです。大小のモツライス、もうこれ鍋といったらもうこれですね。うちは絶対味噌でもなく醤油です。もつは入れてませんけど、豚バラですね。今家で切ってきた材料で、そしたら準備していきまーす。イエイ、みんな。イエイ。おーし。はい、二人ともスイッチで今ゲームします。ほらさ、昨日、あ、じゃあね、買ったばっかり。さ、これ届くのを待ってました。これ2600円ぐらいだったよね、確か。これは一番高い。で、これが6500円ぐらいかな。なんやったっけ、これ名前があったもんね、これ。8ビットデラックス。8ビットデラックス。ミチリンと、結構いいみたいですよ、これ。スイちゃん。純正のコントローラー買うよりは安いです、全然。で、はい、ゆかこのコントローラーは、うん、猫の、ゆかこは猫が大好きなので、じゃあ、はい、猫型。猫型の。ゆかこもやる？ゆかこやる、これ。やる？これですね。ゆかこだけで可愛い。ゆかこスマブラやる？いやいや。よかったね、それ。はい。あ、みんなスマブラ。頑張ってます。こっちはこっちで。待ってます。もう少しです。キー。はい。じゃあ、行きましょう。イエーイ！うまそう。しゃい、これで。いや、これ僕のお鍋やります。いや、セルシン。じゃあいただきます。前髪が揃うと。いただいていきます。はい、いただきます。いただきます。お腹にネギを持って、はい、モスさんもトロールですね。よいしょ。なんで頑張って言わない。お疲れ様です。おいしい。いいね、トレーラーは。猫飼ってます、うち。猫飼ってます、うち。せいちゃんです、よろしくお願いします。こっちはレンタでチャンネル登録と高評価押してねって言ってます。このオッケーは。まあある程度食べ終わったんで、今からちゃんぽん麺を入れていきます。はい。
はい、できました。イエーイ。はい、じゃあ、はい、みんな麺食べようか。じゃあ、はい、食べていきます。はい、よしよし。はい、リビングをベッド展開しました。まあいつものように子供が3人ここで川の字で、えーし、もう眠いやろ、えーし、えーし、眠いみたいです。一人はスマブラしてますね、真ん中で。酔っ払った。ああ、なんで、なんで酔っ払った、何が酔っ払った。で、こっちは二段ベッドでね。あ、これね、マット持ってきて、この下に、ここに引いて一番下の子を寝せようかなと思ったんですけど、まあもうまだここで寝れそうだったんで、とりあえず今日はやめておきます。電気今消してたんで、こんな感じですね。はい、なのでこれはヘッド車に直しておきます。まあ、トレーラーのいいところはキャンピングカーとは違って、まあ、ちょっと動きはね、いろいろと小回り効かないところはいっぱいありますけど、こういう荷物とか、もう今でもね、結構荷物をもうヘッド車の方に、もうハイラックスですね、こっちにあるんで、に全部乗せれるっていうのが魅力的なところですよね。で、このトレーラーの中は荷物置きとか作らなくてもこういう風にスッキリできるというところです。必要なものだけ置いてですね。これ鍋の残りのつゆで、この中にですね、まあ大体2合強のお米を入れて、残りのつゆを入れて、で明日、朝、炊き込みご飯みたいな感じで、それがすごく美味しいんで、うちのメジャーなところですね。メジャー？よくやります、これ。毎回やりますんで。じゃあちょっともう遅くなったので、今日はこのぐらいで寝まーす。はーい。今、朝の8時半ですね。ここから、まあ、だからこうやってトナチューの様子を見ながらトレーラーの中でゆっくりできるっていう贅沢な、すごっ。で、昨日の鍋スープの残りを入れて約2合分ですね。今から出発します。太平楽っていうところに RV パークスマートがあるところですね。なんかついとんの？